個のおやつ、価値を高める与え方。我が家のオカメインコのきなこちゃん、この子のおやつといえば赤アホと円爆になります。時としてはこのおやつご褒美にもなります。今日は運動会で頑張ったからごちそうを用意したわってね。これもご褒美になりますよね。インコのおやつ、与え方一つでメリットがたくさんあるんです。こんにちは、きなこのお父さんです。愛鳥におやつはあげてますか？そしてご褒美としてあげることはありますか？せっかくでしたらおやつの価値を高めてご褒美としての与え方を確立しましょう。きなこのおやつといえば野菜や果物は一切与えない方針なので、塩爆あるいは赤アホになります。お留守番の際、赤アホをあげると喜んでケージに入ってくれます。これ、おやつをね、ご褒美として与えています。きなこの主食はハリソンバード製のペレットになります。これさえあれば、野菜、果物、ビタミン、ミネラルなど一切不要な総合栄養食となります。きなこちゃんは副鼻腔炎になっていますが、それでも主治医の先生はペレットだけで大丈夫ですよとおっしゃるぐらいの優れた主食になります。ご褒美は食べ物だけじゃない。ご褒美というとおやつが浮かびますが、実はね、おもちゃも立派なご褒美なんですよ。インコが楽しい嬉しいってね思えるものというのは何でもご褒美になるんです。あなたと過ごす時間も愛情にとってはご褒美なんです。何事にも代え難い祝福の時、これはあなたにとっても実はご褒美なのではないでしょうか。ご褒美の価値を高める与え方。あなたが幼かった頃を少し想像してみてください。何かご褒美がもらえると嬉しかった頃があったと思います。幼子がね、お腹空いている時に有効的におやつをご褒美にする。こうしてママは空気を読みます。例えば食後であれば当然満腹なので、となるとママは思考します。ここでおもちゃをご褒美に変換するんですね。この遊びにさらにパパが参加すれば、子供にとってこんなに嬉しいご褒美はないです。こうしてご褒美の価値というのをね、高めるんです。催事をさせて賢いインコに育てる。野生インコの一日はそのほとんどの時間を催事活動に費やしています。フォージングイコール催事活動になりますが、コンパニオンバードである愛鳥にも野生の名残はあります。だから野生のインコ同様、催事で食べる喜びを与えてあげてください。インコにおやつを与える際、ただあげるのではなく、プラスフォージング、催事活動をさせるんです。こんなところに円爆が、あれ突然目の前に小松菜が現れたぞって、こんなドキドキワクワクないですよね。これも嬉しいご褒美となります。フォージングというのはね、たくさんのメリットがあるんです。例えば日頃インコが抱えるストレスの軽減、毛引きとかね、噛みつくなどの人間が言う問題行動、この軽減にも効果がございます。催事活動というのは、ただ出されたものを食べるというのではなくね、運動も兼ね備えているんですね。体重コントロールにも効果が期待できるんです。自分で餌を探して取る、そして食べるね。野生インコとコンパニオンバードを比較すると、後者の方が圧倒的に刺激の少ない生活です。催事というのはね、餌を取る経験です。
これはね、五感、インコの五感を刺激します。賢いインコに育てるのに最も効果的なんです。お腹を空かせた状態だとさらに効果はアップします。我が家のきなこちゃんはシルバニアハウスの中で催事活動したり、おやつを入れたトイボールでね、コロ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 転がして五感を刺激する時もあります。こんなところに餌があったんだっていうね、意外な場所にそーっと赤青穂などをね忍ばせとくんです。そうしたら、僕これ発見したんだぞってね、嬉しいじゃないですか。それから少しね難易度は上がりますが、軽く丸めた紙の中におやつを入れてみてください。それをお留守番のケージの床底に置いといてみてください。おそらく最初は怖がったりとか、全く眼中にないかもしれないです。ただそれをね繰り返し繰り返しやっていくと、暇な時にもしかすると髪をカジ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 、特に髪をねカジカジするような子っていうのはやってくれるかもしれません。その中からね美味しいおやつが出てきたらワクワク度が増しますよね。こんな嬉しいハプニング、とっても有効的なんです。以上、インコのおやつ、価値を高める与え方をお送りしました。おやつは与え方次第ではインコの五感が刺激されます。たくさん頭を使えばその分どんどん賢くなれます。あなたの愛鳥はどんなご褒美がもらえていますか？